12番リンチウェイ、18番タンキトシオ、23番石井智弘、55番ジェラルド・デュアリー、そして88番重富周期となっています。そして前節ゲーム2はスリーポイント成功3分の3という野崎レイヤー、そしてジェレミー・ジョーンズ登場です。外に振ってランダルのスリーポイントをして、さあ今度は福岡早い攻撃を見せた。躍動感ある動きを見せました石橋。ハン、そして近くにはジョーダンもいる中で、さあ入れることができるかどうか、難しいところからのシュートを決めていきました。ランダル、ランダルが入っていく、ランダル持っていった、もう一度自分で拾って決めてきました。自分で拾って、もう一度ここは FE 名古屋のポジションになりました。ジョーンズ、あー、これはで大きなプレーとなりました。 FE 名古屋はこの流れ乗っていきたいというところで乗っている。ジョーンズのスリーポイント、もう完全に自分のゾーンに入ってきています。さあ福岡も早い段階でこのオフェンスの流れ作っていきたいところで、出たデリバリーのダンクショット。ジョーダン、ダブルシームに行く、ならば外から、石橋のスリーポイント決めてきました。こちら、そしたらジョーダンをここまでマークして林が持っていく、バスケットカウント、林のドライブを見せました。バスケットカウント、使わせてくれないなというような印象がありますが、さあレモン、この位置からのスリーポイントならば外からというレモンです。林ちょっとショートになった、さあ拾った、一つジョーダンもこの得点というところですが、一つインサイドのリバウンドというところがポイントになってくる中で、レモンのダンク。なんだ、来ました、石川、エヴァンスから石川、はエヴァンスを使うか、大外を使う、落とした、これで4戦得点。どこに出せるか、これも FE 名古屋狙っている、つなげていくランダル、そしてジョーンズ、たまらず福岡タイムアウト。こんなから打たせないランダル、いや FE 名古屋のディフェンスの強度も上がっている中、大塚持っていく、ここで突起を過ごさせまして、ブザーが鳴りました。